9月23日に日本青年会議所四国地区協議会が主催して四国新幹線シンポジウムカモン四国新幹線さあ次は四国のバンダが開催されましたまずはじめに主催者を代表して公益社団法人日本青年会議所四国地区協議会会,会長の 谷口雄貴さんが挨拶に立ち四国新幹線の開通は四国の発展にとって必要不可欠であると信じています子どもたちの未来のために今回のシンポジウムで若い世代の機運が高まればと思いますと開催への意気込みを伝えましただからこそ未来の子どもたちに彼らが幸せに生きてほしいと思う僕らがどうにかこの四国の新幹線の議論を巻き起こしたいと 続いて VTR で四国新幹線開通の概要やメリット建設費などについての VTR が上映されました心配されている建設費による行政への負担も公共事業方式によって実質的な地方の自己財源は全体の1割から2割程度と見積もられています何より四国新幹線が開通すれば新大阪へ1.5時間 東京ままでで時間以内ににに移動でききるるるよううなとといい利便性ががもたらすすす経済効果が四国の発展に大きく寄与すると期待されています後半はコーディネーターを務める香川県商工会議所連合会会長 四国新幹線整備促進規制会副会長の泉正文さんの進行でパネラー六人が新幹線を通すルートは新幹線に何を期待するかなど質問に答えていきましたパネラーは中高生や動画クリエイター国会議員など多岐にわたりそれぞれの立場から 活発な議論が交わされていました。新幹,山です新幹線ができないと人口が減るだけではなく激減をしていくと思います四国新幹線は四国のです、ね、生き残り策としてです、ね、絶対大事だと思います 今申し上げたように高松空港と瀬戸大橋がなくなるのと同じだというぐらいのです、ね、危機感を持っていただかないと困ると思いますけど盛り上げたいという気持ちはもう変わらないんであのみんなでもうここにおるここに来てくれてるみんなであの拡散とかもしてほしいです宣伝もしてほしいですあのこういう少ない,少ない人数からちょっとずつあの宣伝していって増えていったら 僕はありがたいなと思うんで知識はそんなないですけど、えー、香川県、えー、四国、えーね、日本全体がが盛り上がるように、えー、と思ってます。そんなのって現実でありえるのって自分たちが思うからこそ何でもこう作れるなっていうのがあの一番今日の感想になっていてそれこそ今までにはなかった新幹線の。 で,でき方というかあの物語があると多分全国からもすごい注目されるきっかけにはなると思うのでなんかそうやってワクワクそれこそすることをあの一番大事に考えていくのがいいのかなっていう風うに感じたのであのどんな風に出来上がっていくのかを一番期待しておきたいと思いますありがとうございましたこの日の模様は10月2日の午前9時から111チャンネルで再放送いたします。